もちろん。どんな話でもどうぞ。どんな話でも？いつかその言葉に甘えたいね。トミーにあんたを押し付けられてから、あんたの根性は気に入らないと思ってた。契約書を取得するのに同意しただけでなく、雇われのヘルプみたいに指令を待っていたからだよ。今までのところ、仲間みたいに接してくれる。本当によくしてくれてる。ありがたいと思わないわけじゃない。けど、親切すぎて戸惑ってしまう。コンバットゾーンで学んだことがあるとすれば、見返りもなしに他人を助ける奴はいないってことさ。コンバットゾーンを生き延びるのは大変でしょう。まあそうだね。これまでコンバットゾーンで3年間暮らしてきた。糞尿の匂いに満ちた故郷さ。わずかな金を稼ぎ、3度の温かい食事と寝る場所も確保した。だがレイダーたちがその場所を奪った。奴らがどれだけ紳士とは真逆なタイプかよく知ってるだろ。奴らが来た後は背後に気をつけないと。襲われるか強盗に遭うか、もっと最悪な目に遭うか分かったものじゃなかった。だから苦労して稼いだキャップをどう使うべきか学ぶのに時間はかからなかった。人生を快適に生きるために仲間を買収したのさ。だからあんたが請求書を渡してくれるのを待ってるんだ。わかるよな。何も借りはない。さて本当に信用できるのか難しいところだよね。教えてやろうか。少し時間が欲しい。あんたに借りを返すために何ができるか考えるよ。金持ちじゃないけどきっと合意できると思う。で結局仲間って何のためにいるんだ？ねえ。もちろん。シャツを着て。どうしたのさ？何か言いたいことがあるんじゃない？喧嘩をふっかけてから結構経ってるな。お互いの関係についてどんな風に思ってる？良くもあり悪くもある。何が聞きたいのさ、デイリーリポート。お互いの関係についてどんな風に思ってる？もっと金を稼げるんじゃないかと思うけど、そのうち儲かればいいか。他にはない。問題ないよ。